それではね、ジャッカルブースに行ってきました。はい、こんな感じですね。今回はね、ある商品を紹介してくれるということで、マモ君、よろしくお願いします。竹山守です。よろしくお願いします。はい、はい、宣伝していいですか。はい、まあ、今年の、おすすめルアーとか新製品のおすすめを教えてくれたら嬉しいです。お願いします。まずですね、はい、僕がプロデュースしたルアーが1個あります。はい、こちらです。出た、はい、カニですね。ミニガニです。はい、かわいくないですか。かわいい。オリジナルは自分めちゃくちゃ使ってます。お、マジですか。 YouTube 動画でも上がってます。マジですか。はい、ありがとうございます。ちなみにババタクさんもさっきおすすめしてたのカニはなかったですかね。カニやった。でしょうね。撮ったんですか。はい、撮らせてもらいました。めちゃくちゃおすすめなんですよ。前のドリフトクラブ、はい、あれがよくフィールドで見るサイズのカニなんですよ。ああ、なるほど。そう、だからまあ最もバスが捕食しているであろうサイズのカニで、はいはい、今回こいつは最も食いやすいカニ。なるほど。食わせに特化した。そう、一口サイズだからどんなサイズも釣れるし、すごくバスからしたら食いやすい、はい、カニです。ああ、なるほど。特徴があってですね。はい。素材がエラストマーなんですよ。おお。前のやつワームだったじゃないですか。はい、そうですね、普通のマテリアルで、はい、ね、ちょっと柔らかいマテリアルだったんですけど、ね、今回このエラストマーなんですよね。これがね、めちゃくちゃ釣れるんですよ。ちなみになんかおすすめのリグとかって、そう、いいこと言いましたね。ありがとうございます。そこが重要で。ありがとうございます。エラストマーじゃないですか、はい、浮くんですよね。ね、でもこの浮くものを沈めるんですよ。ですよね、はい、そう、それがめっちゃ釣れるんです。だから基本的に沈むリグといえばダウンショット、はい、ジグヘッドワーク、はい、ツモラバのトレーラー。ああ、なるほど。そう、だからそういう、まあ、幅広く対応してるんですけど、基本的に僕はダウンショット、ジグヘッドワーク、ツモラバのトレーラー、これが一番使います。ダウンショットマジで良さそう。良さそうですね。とにかく浮きたいのと沈ませたいのと両方が相手あって絶妙なバランスで、ね、ダウンショットした時に、はい、放置すると、はい、勝手にずっと浮いてるんですよ。それがまたいいんですよね。そう、だから例えば三重バスの進行方向に投げて、はいはい、ずっと浮かせてバスが気づきやすいんですよね。だから基本的にサイトで、はい、動かしたら結構逃げるやついるじゃないですか。いますね。そう、だからバスに気づかせるために動かして逃げるやつめっちゃいるじゃないですか、はい、でもそこまでしなくても目線の先に置いとけるんで、めちゃくちゃナチュラルに気づいてくれるんですよ。そう、これがもうすごくこのエラストマーだからできる、肝。なるほど、はい、多分どこでも釣れると思います。どんなんすか。めっちゃいいな。サイズ感本当にいいっすね。そうなんですよね。一口で、はい、すごく吸い込みやすそうな。もちろん脳進化で虫パターン的な使い方も全然あり。そうですね、全然脳進化でワッキーにしてこうふわふわしてっていう使い方もいいし、もしくはダブルネイル、ネイル進化を2つ入れて、そう、ちょっとゆっくり沈ませてふわふわふわってやってくる釣り方とかもいいし、まあいろいろできるっすね。マジでいいっすね。はい、はい、一番はダウンショットですね。はい、なるほど。自分も僕ワームだとダウンショットが一番って思ってしまうんですよね。ですよね。まあ、止めて釣れるっていうのが一番なんで。そうなんですよ。もうちょっとぜひ使ってほしいですね。じゃあ今年はカニに注目しましょう。海でもいいんでね。おっと、そうっすよね。海カニめっちゃ食われるじゃないですか。そうっすね。だからまあロックフィッシュとか、はい、クロダイとかカニをよく食べてる魚には多分幅広く効くんで、ぜひ使わせてもらいます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今日も最後まで動画見てくれてありがとうな。おすすめの動画はこちらになってるからぜひチェックして。せーの、ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。うぇー。